さあというわけで今回はですね、僕がよく買い物に来ている、はい、もう僕が大好きなものが売ってるところを紹介したいと思います、こちら青缶水産さんと言います。着物屋さん。着物屋さんです。おじさん、なんかおすすめ。おすすめ、はい、今一番のおすすめは小アジ。小アジ、小アジはね、頭から食べるでしょ。脂乗ってて、これ食べてもらえば分かるけどね、今年のアジは大当たり。今年小さめで、小さめの方がいい。美味しい。子供さんでも頭から食える。ああ、なるほどね。じゃあ小アジをください。あと何かありますか。この塩辛がすごい。塩辛は自家製。めっちゃうまい。すごい美味しそう。で、僕これ塩辛は大瓶。大瓶ですか。はい。お母さん、その T シャツって売ってたりするんですか。まだ売ってないんですよ。あのですね、青缶水産の T シャツ。一応これ私が彫った版画だから。あ、あ、すごい。自分で彫ったんですね。すごいよ。のれんもね。あ、すごい。あ、かわいい。この T シャツ欲しい。イカバージョンとかアジバージョンとか作って出しちゃえばいいんですよ。全然いいじゃん。欲しい。僕もイカの塩辛これ1個。塩辛どれぐらい持ちます。一応3週間ぐらいなんです。あ、じゃあ2個買っておこうかな。やっぱり、うん、ああいう風に詰めてるんですね。なかなか見る機会はないですよね、塩辛詰めてるところ。手作り。もう炊きたてご飯にイカの塩辛最高っすからね。もう、いいえ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。すいません。どうも。これ、これがあんまうまいの。車の中でさ、車の中でね。これが結構うまいのよ。つまみながらね。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。優しいイメージにあなたに入った。